Hello everyone, welcome to Art English School. 皆さんこんにちは。アート英語学園チャンネルへようこそ。私はアート英語学園の会長さつきと申します。どうぞよろしくお願いいたします。さて今日は、お盆でございますので超雑談でございます。はい、いつも雑談ですけど、もっと超雑談でございます。実は昨日ちょっと衝動買いをしてしまいまして、嬉しいのでここで開封動画を撮りたいと思います。で、衝動買いしたものはこちらでございます。ポール&ジョーコスメですね。で、別に買う予定はなかったんですが、で、コスメなのに、パッケージが可愛いからということで買ってしまいました。もう女子高生みたいですよね。はい、で、これでございます。何かわかりますでしょうか。この猫ちゃんのね、このケースがとても可愛くて、こういうなんかお菓子、クッキーかなんかが入ってるみたいな入れ物に入っておりまして、こうなんか紙でできてるんですけど、猫ちゃんで、でこれ限定パッケージね。で、開けるとですね、何が出るかというと、こういうので、実はこれはチークなんですよね。こうポンポンってする。で、この中身が問題でして、わかりますでしょうか。こういうなんかこうコロコロしたものがあるんだけど、これはよくありますけど、その間にちょっとコロコロじゃないものがありますよね。で、それがこういう感じで、これがね、猫ちゃんの形なんですよ。わかります、これ猫ちゃんで、もうたったそれだけのことで、これもいいんだけど買ってしまったという、本当どうしましょう。で、これだけ入っていて、まあな、どうかな、3分の1も入ってないですかね。このケース4分の1ぐらいでもパフがあるから。で、これどれぐらい持ちますかって言ったら、毎日使って3ヶ月ぐらい持ちますよ、たっぷりやりますとか言われて、3ヶ月でチークなくなったら早くないですか。はい、という感じで、こういう感じでね、ポン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 として使うというもので、本当に衝動買いでございます。もう値段は言えません、高くて。はい、ということで、それだけなんですけれども、やっぱりね、こういうパッケージが可愛いと買ってしまうというのはやっぱりありますよね。で、ポール&ジョーはいつも定番のなんかケースもあるんだけど、いつ行ってもこういう感じの期間限定で、この猫ちゃんシリーズと、もう一つあったのはトムとジェリーシリーズ、確か入ってたんですけど、こういうトムとジェリーシリーズというのも同時にやっていて、こうなんかいろんなものをトムとジェリーの方のケースでくださいっていうと、多分値段は一緒なのかな、だと思うんですけど、こんな感じでトムとジェリーの柄のがもらえると、もうそれだけなんですけれども、はい、そういうので買ってしまうというね。やっぱり犬だったら買わないんですけど、私猫だったら買ってしまうということで、ね、どうしましょう。まあお盆なので、夏、暑い中頑張った自分へのご褒美ということで使いたいと思います。ということで、以上、かわいいパッケージに負けて衝動買いしてしまったという本当に雑談でございました。すいません。ということで、以上、アート英語会でさつきでございました。See you next time. Bye!